皆さんこんにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございますマジで恋する三峡ダムこのチャンネルではほぼ毎日中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを取り上げています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします6月22日マスコミでは伝えられない中国三峡ダムの元凶です 超高水利委員会によると、朝9時の時点で水位は147.24メートルとなっています。しばらく、145メートルから150メートルの間で水位しそうです。ダムデータによると、三峡ダムでは流入量が下がってきました。若干遅れて放流量も増やしており、水位の急上昇は何とか抑えている状況です。一時期、毎秒24,000立方メートルですから、これまでと比べると結構な量ですね。 水位の方も2メートルから3メートル程度上昇してきています上流の観測所では流入量が一気に上昇した後減少に転じています直近では下げ止まりの兆候も見られます一連の動きおそらく大雨によるものと推測されますがここまで一気に上昇するのは気になるところです近くの大都市重慶での濁流の様子も出ているようです 今後上流で雨が広範囲で降るため増水するかもしれず要注意です三峡ダムで放流を増やしたことにより40キロ下流の偽証の観測所では当然水位は急激に上昇ほとんど一本道で土管状態ですのでダム放流の影響をもろに受ける場所ですねかなりの洪水被害が出ているという情報もあるようです 下流に位置する武漢では、警戒水位を超えた後、今は下がってきているようですが、三峡ダムが放流を急激に増やしていることから、今後時間差で再び上昇の可能性があります。ダムの貯水側で見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。現地映像は相変わらず情報がありません。 ダムの放流が、毎秒2万立方メートル近くになると、中央のゲートからの放水を開始する可能性もあり、そうなると、現地映像の解禁、となるかもしれないですね。去年は、5回の洪水警報が発令されましたが、7月の26日に第3回、8月に第4回と第5回の警報が出ています。グラフでもわかる通り、洪水シーズンにおける水位は168メートルでピークを迎えています。 ダム運用開始以来、雨季のデータで最も高い水位を記録したそうです。去年と同じになるかどうかは分かりませんが、だいたい目安としてこのような状況になるようです。三峡ダムでカバーする範囲はだいたい赤枠のあたりになりますが、今後最上流のところでの雨も多くなるかもしれません。ウィンディーによると、しばらくダム周辺では雨は降らないようです。 ただ、ダムの南側と上流の広範囲で雨雲が出そうなため、今後増水すると思われます。しばらくすると、週の後半にかけて、全体的に雨となりそうで、また大変なことになる可能性があります。一方、日本列島に目立った雲は見られず、晴れ間が広がりそうな感じです。しばらくは、梅雨前線が南に下がりそうです。 日本海側から寒気が流れ込むため前線とは直接関係なく散発的に雨が降るかもしれません気象庁から1ヶ月予報が出ています対象は6月19日から7月18日までで今年は関東甲信東海そして沖縄で例年よりも雨が多いようです他の地域は例年通り 関東では梅雨入りが10日ほど遅かったかと思いますがその分まとまって降るということでしょうか注意したいところですねそれではプチ情報ですダムの取水口は107個ある県これはダムの貯水側から見た図になります左から発電施設。 放流施設、発電施設が2か所の停滞部分にあたります放流施設には水を取り入れるための取水口が69個ありますこうやってみると穴だらけですねそして左右の発電施設用の取水口はそれぞれ14個、12個、そして8個あります例のシップリフトの件で写真をいろいろ眺めていると下流側の写真でどうやらシップリフトの横に放水ゲートが2本あるようです この放流ゲートの天場には、例によって小型のクレーンがあります。どれくらいの頻度で使われるものかはわかりませんが、ダムの裏側に2個の穴があることだけは確かなようです。と、これまでお伝えしてきたのですが、見落としていたものがあります。放流施設向かって一番左に、ゴミを排出すると思われるゲートがありますが、そのすぐ横に2本のゲートがあることを忘れていました。 おそらく停滞が低い時期の穴と思われるので、ゴミ排出用ゲートよりも低い位置に取水口があるのではないかと思われます。このため、2個プラスして合計107になりそうです。ダムの上部も穴だらけである件。なかなか上部の写真はないのですが、遠目に見ると穴のようなものが見えます。特に中央の放流施設の上のところに多いようです。 三峡ダムはゲートが外から見えないのですが、おそらくラジアルゲートという洪水調節するための施設があると思われます。このゲートを上げ下げする際に、ダムの上にあるクレーンによって吊り上げたり、下げたりするのではないかと思っています。そのための穴がダムの上にあるのではないでしょうか。そのゲートをメンテナンスする際には、取水口側の水の侵入を防ぐために、止水板のようなものを、これまた、吊り上げたり、下げたりする穴があります。 あとは、廃砂港と呼ばれる、一番下にある放流ゲートの調整をするための施設用の穴があるのではないでしょうか。推測の域を出ませんが、おそらくこれらのために、穴だらけ、になっているのでは、と思われます。別の動画で、ダムの裏側についてみましたが、洪水調整用のゲートと泥を吐き出すゲートが、交互に設置されています。このため、A と B で洪水調整とメンテナンスに、C で泥排出のゲートの開閉を行っているかもしれません。 ダムには観察廊が8本くらいあるらしい件ダムの内部には点検や観察をするための通路がありこれを観察廊と言うんだそうです停滞の傾きを点検したり異常がないかどうかを確認するための通路とのこと三峡ダムには8本くらいあるらしいですダムの長さが 2km もあるので点検するのにも時間がかかりそうですねジメジメとした炎ぐらい水の底から ホラー映画を想像してしまいますが実際のところはどうなんでしょうか水漏れが激しく使用不可になっていないことを祈るばかりです <music> 三峡ダム近辺での年間降水量をグラフにしてみましたざっくりとしたイメージですのでご了承ください 年間を通じて一番雨が多いのは7月でその前後6月と8月が次に多いようですねこれから徐々に雨が多くなる時期となりますダムの建設で洪水は減ったのでしょうか結果的には依然として大洪水は発生しています2020年は80年ぶりの大雨に始まり5度の大規模な洪水警報が発表され三峡ダムを通過していきました ダムへの負荷はさらに蓄積されているでしょう。今年の夏も、大洪水が発生するのか注目されます。引き続き、見守る必要はありそうです。